さあ、今日はライオンの親子のお話です。ちょ、ここ触っていかん。ちょっとライオン、そこ触る壊れるか。ちょーい、ちょっと今日はライオンの親子のお話をします。ちょーい、もうなんでなんだ。もうゆきちゃん映そう。ゆきちゃんが悪いことしてるとこ映そう。ちょっとライオンの親子の話を今は今日はしますよ。これとこれで写真なのに。じゃあゆきちゃんは自分の好きなやつ撮って。僕から。じゃあパパも行くよ。はい、今日はライオンとトラのお話をします。あとはレッシャーパンダ。ライオンのお父さんがこの大きな森にいました。あら、ライオンのお父さんがこけちゃいましたね。そしてこっちの森には、この木にはライオンのお母さんもいました。そしてこっち側にはライオンの子供もいました。チュンチュンチュン。かくれんぼもします。こうやってかくれんぼもします。そしてこのライオンのお父さんはこの大きな木を守っていました。でもある日、怖い怖いトラさんが来ました。トラさんが来ました。トラさんがジャーンプジャーンプジャンプジャンプ。もう物語にならんやんこれ。これ子供チャンネル、ゆきちゃん子供チャンネル作ろうと思ってやったんやから、ちゃんとゆきちゃんもぴょーん。そして子供のライオンもいました。家族3人で平和に暮らしていました。そんな時、トラさんが狙っていました。トラさんです。トラさんが、トラさんが狙ってるよ。タヌキさんがトラさんが狙ってることを伝えに来ました。ねえねえねえ、ライオンさん、トラさんがこの森を狙ってるみたいだよ。襲われるかもしれないよ、気をつけといて、って言いました。ワニたち、ワニたち、よし、僕が狙うぞ。この森は僕のものだ。ライオンさん、はい、出て行ってもらう。ねえねえ、大人はね、これとこれ強いんだよ。じゃあ、はい、もう終了。もう